日本東京都世田谷区世田谷地域、池尻日本東京都世田谷区北沢地域、池尻池尻は東京都世田谷区の町名。現行行政地名は池尻1丁目から池尻指定名。郵便番号は154-0001。池尻1丁目から3丁目は世田谷総合支所管内。池尻指定名は北沢総合支所管内。東京都世田谷区の東部に位置し、 世田谷地域と北沢地域にまたがる、主に住宅地となっている。北に、大沢、目黒区の駒場、西に、三宿、大志堂南にげ場東に、目黒区の大橋、東山、上目黒に接する。1945年までは、国道246号の南側のほとんどの区域を陸軍の連平場が占めていた。これは、広い駒場原画、 訓練所に適していたことと、一つ橋定の兵営が古くなっていたことが理由とされている。そのため、この地域には、陸上自衛隊の未宿中屯地や、軍施設の跡地を活用し池尻小学校、中学校、世田谷公園、そして国家公務員館舎や都営アパートなど、国や東京都の建物が集中して建築されている。住宅地の地下は、 2014年1月1日の工事地下によれば、池尻2から13から4の地点で51万9000円、平方メートルとなっている。北沢川とカラス山川が合流し、目黒川となる付近の小宅地帯に、ヘビ池とも、竜池とも呼ばれていた池があり、そのあぜであったことからついた。池尻の尻とは、出口という意味で、池や、 沼や湖が川に落ちる部分のことを示している。池尻や池の尻という故障もある。2019年9月1日現在の世帯数と人口は以下の通りである。区立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。東急田園都市線、池尻大橋駅が池尻と大橋との間をまたぐ形で設置されている。国道246号。 東京都道420号サメズ大戦線,線、首都高速3号渋谷線が通り、東京都道423号渋谷共同線に接する。玉川通り、三宿通り、経油東急バスを打球バス、淡島通り、経油東急バスを打球バス。ありがとうございます。